はい、どうも皆様こんにちは、こんばんは。んどっちでもいいか、実況者 PG です。配布アイテムワープドアに行こう。戦わせる気ないやろこのゲーム。もう極力戦闘避けてスイッチ探すだけのゲームにしよう。はい、2つ目ナイス。はい、3つ目あった。はい、4つ目あった。はい、5つ目あった。おい、運営バグっとんぞ。マジでああいうバグしっかり直すやな。お、6つ目来た。もういいや、もう脱出脱出。あんな倒されへんから、こんなワープドア2個とか。もうドラえもんもびっくりやわ。はい、脱獄すんで、脱獄すんで。もうな、面白くない試合やわ。もう一回やろう。さあ、気取り直して2試合目行こうか。だからアイテムが極端やねん。まあとりあえず今回も市民側なんで、まあ適当にやっていきますけど、レーザー刀2個やろ。なんかワンチャン人狼倒せそうな気もするけどな。まあ人狼倒す実力が僕にあるかどうかやねんけどな。みんなスイッチ見つけんの早いな。真面目にスイッチ見つからへんねんけど。おお、見つかった、見つかった。4つ目。これ早いな。人狼倒す前に脱獄できんちゃうか。なんかこのチップとデールってやつ、さっきから怪しいねんな。あ、みんなのチップとデールの見分け方って知ってる？あのチョコチップと鼻血デールって覚えた方が簡単やねんで。あっこで人狼となんか味方が戦ってんねんな。ちょっとなんか味方倒す気満々っぽそうやから、ちょっとうまいこと攻撃与えつつ人狼倒してみるか。まあ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 、こんな感じでダメージ与えていけばいけんちゃうこれ。というかレーザー刀日本って強えな。これさ、ここのレーザーの柵でさ、レーザー刀使ったらはめれんじゃんこれ。行くで行くで、なんか引っかかるわけないやん、こんなトラップ。来いや来いや。あ、ミスったミスった。ちょっと待って、2本目で、ほら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 来た、ほら来た。やっば。え、自分めっちゃ冴えてんねんけど。え、すげえ。おお、チップと出る、お前も来たか。でもお前何も仕事してへんやん。何お前、俺も倒しましたよ感出してんの。お前何も仕事してへんからな。